さて、それではね、引き続きやっていきたいと思います。まあ、前回は、劉備滅ぼして、まあ、公孫さん撃退してみたいな感じになってますね。で、ちょっと創世のところの人間関係変わってまして、女性と妖人ですね、があれから加わってる感じになってますね。まあ、あれ？あ、女英ここか。女英とか、まあ、各は、同じ都市にいたりしますけど、まあ、結構、まあ、創世の武将もね、各地に散りつつあるんで、まあ、なかなか合戦で全員活躍するみたいなことはなかなか難しい感じですね。で、まあ、とりあえずなんですけど、まあ、ここからどうするかなんですけど、まあ、今、半島宅連合組まれてるんですけど、あと3ヶ月ぐらいやったかな。まあ、だから次の表情にはなくなってるんですけど、で、まあ、どこまで天中加えに行くかっていうのをちょっと考えてたんですけど、まあ、とりあえずね、一番最初の反董卓連合に加わってたやつは、天中を加えに行こうかなと思ってます。まあ、ちょっとね、今のやつも含めると、多分最後の方になると、なんか全員、叩かないといけないことになってしまいそうなんで、まあ、とりあえずね、それくらいにしようかなと思います。なので、とりあえずね、今、何ですかね、二正面作戦ではないんですけど、まあ、二つですね。二つというか、まあ、まず董卓を動かしていくルートと、それ以外の武将ですね、を使っていくルートにちょっと分けていこうかなと思います。まあ、とりあえずは、上の北の勢力はね、全部一応滅ぼすつもりですね。まあ、長英はね、反董卓連合には加わってないんですけど、ちょっと場所的に邪魔なので、取ってしまおうかなと思ってます。というわけでね、まずここの南皮から兵を出して、まあ、元公孫三軍ですね、を取りに行こうかなと思います。ここの K がだいぶ兵減ってるんでね、まあ、今が攻め時なんでね、行こうかなと思います。まあ、女英がここにいるんで、割とね、攻略も楽かなっていう感じではありますね。とりあえず編成なんですが、ある程度ちょっと、なんていうんですかね、ここの、防衛というか、後のことを考えないといけないんで、まあ、軽く編成していく感じにはなりますね。だから連れていく武将も割と最小限でいこうかなと思っているので、まあ、とりあえず、勝者なくして、あと、ここにいた、誰でしたっけ、関外。まあ、関外置いててもいいかな。まあ、正直、関外連れてっても7000でしょう。なんか、気持ちの差ぐらいしかないような気がするんで、もう李方だけ武将に連れて行って、これで行きましょうか。で、これで神速の効果を使って、まあ、速攻でね、落としに行こうかなと思います。まあ、いったな。とりあえずこれで行きましょう。戦場が、川があるんですね。下から行くのと上から行くパターンがあるっぽいですけど、やっぱ平地使った方が核のね、戦法が使いやすいので、まあそういう感じで、速攻ね、取りに行く感じで行きたいと思います。というわけで行っちゃいましょう。というわけで、K をね、ゲットしました。そして、二人、捕獲したんで、まあ、投与できるんであればいいんですが、投与できないのであれば、商談していきましょう。お疲れ様です。というわけで、表情に戻ってきたんで、このままね、やっていきましょうか。さすがにちょっと、このまま北兵を攻めるのは無理があるので、とりあえずここをですね、不要を取りに行きましょうか。まあ、ここも多分上等から兵出して、ここの K からね、援軍があれば、まあ、なんとか落とせると思うんですよね。無理そうやったら、まあ、帰ってもいいけど、まあ、でも、女英が行ったら、まあ、なんとかなるでしょう。というわけで、兵出していきましょうか。まあまあ、無理そうやったら撤退してもいいんでね。とりあえず兵出しまして、まあ、編成は、どっちで、まあ、いいかなっていう感じではありますね。ちょっと兵数が全部隊少なすぎるんで、なんて言うんですかね、多分そんなに変わんないですね。武将とかを対象変えても。なので、とりあえず援軍で、まあ、女英頼みですね。で、まあ、相手が2部隊だけなんで、まあ、女英が来たらなんとか数のね、防御力でなんとかね、乗り切るしかないかなっていうところですね。まあ、戦場は割と普通の戦場かな。砂場とって感じですね。これやっていきますか。はい、不要もゲットです。いやー、ちょっと本当に女英いなかったら勝ててなかったっすね。やっぱり兵力1万5000はね、伊達じゃないですね。君主がいるとね、だいぶきついですね。
というわけで、まあ、投票に応じるんであればいいでしょうを全員。いやー、こいつら分かってますね。負けてはいすまぬ。それでは戻って、トータク様ね、出陣していきましょうか。はい、長英軍は勢力を歴史から消しました。それでは、トータク様もそろそろ動き始めますか。ただ、どうしましょう。まあ、これ別に後ろの状況を知ったからとてっていうのがあるんで、別に重宝しなくてもいいかなと思ってます。あとは、まあ、ちょっと考えてるのが、まあ、ここの巨星軍ですね。まあ、こういった、から最後行こうかなと思ってたんですけど、まあ、多分これ別の部隊ですね。これ勝敗とかから行っていけるか、いけるかな。ちょっと見てみますか。まあその何ですかね、連れて行ける一部隊のその兵力が多ければ多分なんとかなるんですけど、そうじゃなかったらさっきもねだいぶきつかったんで、1万5000の兵がいるっていうだけでね、もうだいぶ違うんでね、ちょっとこれきついな。仮にこっちの巨匠から兵を出したとしても、こっちからの方がさらにきついな。で、強い部隊はいるけど、やっぱり兵力が多くないと攻撃力がね、高くならないので、仕方ないな。まあ、とりあえず、そういうことであれば、こっちから攻めるのはやめて、トータク様がこう、長長軍を取っていって、その後、ここの巨勢をね、取りに行くような形でいきたいと思います。うん、トータク様がもう動くことになるんで、戦略ポイント、まあ使える分は使っていこうかなっていう感じですね。まあただ、連れて行きたい武将とかもいるんで、まあっていう感じでありますけど、まあ援護はここら辺に置いていきましょうか。ギフさんかな？養父か。養父は、まあ置いてってもいいか、軍艦なので別に、まあ毎回内政もほぼしないような感じになるんでね。まあ投与だけしていきましょう。助かる。あとは、東洋か輸送かのどっちかをしたいですね。東洋はあんまり、まあ、孔子軍の武将をちょっと取っておくかどうかっていうところなんですけど、核はね、核は連れていきたいんで、ちょっとやめましょうか。あとはやることとしたら、まあ、輸送をするかどうかっていうところですけど、兵が何千いない。まあ、北海からちょっと連れてくるかどうかなっていうところですね。これ、前やから北海の部隊ちょっと、あ、でも可否は別に守る必要ないからな。そう考えるとやっぱり不要か南比はこっちの方行くから、そう考えるとやっぱ北海か。まあでもこれ以上兵がいてもっていうところが若干なくもないんですよね。ちょっと編成の状況を見てみると、8部隊連れていける。あ、で、トータクがね、あった、イフのレベル3になりまして、多分これ1万9000までいけるんかな？いけるようになったんで、これはしても、シバローまで部隊連れていく必要がないから、あら、もっといけるんか？ 2 万3000。あれ？ここまでいける。めちゃくちゃ多いな。っていう感じなんですよね。で、まあ、相手3部隊で、まあ、トータクの能力もあるんで、まあ、なんとかなるかな。ちょっと編成し直しますか。まあ、倒せるんやったら、後ろから迎撃来た部隊も倒して、倒せそうになければ、まあ、パパッとね、終わらせるような形でいこうかなと思います。まあ、とりあえず編成しましょうか。まあ、とりあえず、変えずに行こうかなと思います。まあ、変えずにというより、まあ、そもそもね、武将が全然いなくてね。ほとんど余地がなかったっていう感じですね。まあ、とりあえず、トータクの2万3000さえいれば、あとはね、なんとか蹴散らしていけると思うんで、これでね、思いっくそ殴ってやりましょう。出るぞ！はい、それでは戦場やってきましたね。おっと、これみんな忘れてたけど、結構なんかめんどくさい戦場ですね。一案。いやー、これは上から行って殴るパターンか、もしくは下から行くパターンのどちらかでしょうね。分けても特に多分メリットがないかな。この矢倉を壊すかどうかっていうところなんですけど、まあ、沼地がちょっとね、移動しにくいんで、下から行きましょうか、全員。で、もう重宝してないから分からないと思うんですけど、数がちょっと微妙ですけど、多分、どれぐらいやろ、3、4万ずつ来たとして、7万ぐらい兵が来るとは思うんですけど、まあまあね、まあトータク様の能力をもってすればね、まあ外周一色なのかどうかはちょっとわかんないですけど、
まあね、そういうつもりでね、やっていこうかなと思います。まあできたらね、それまでに車係がちょっとできるようになっておきたいですね。策略はこんな感じでいきましょうか。で、部隊はさっき言ってた通り、全部隊下に持ってきて、まあ、ほとんどの部隊かな。あ、全部隊かな。全部隊多分連携いけるんで、まあ、トータク様とですね。なんで、まあ割となんとかなるかなっていう感じではありますね。それではこんな感じでやっていきましょう。開戦です。それでは4日目になりまして、敵の援軍がやってきましたね。一応思ってた場所にやってきましたね。ここら辺ですね。もうちょっとこっちか、最悪こっちの方出てくるかなと思ったんですけど、まあまあいい感じですかね。ただちょっとね、車係ができるまでは溜まってないんですよね。90なんで、まあまあ先方は使えるんですがっていう感じですね。で、どこを倒していきましょう。ただ相手の部隊がね、そんなに強くない。この9000の部隊がちょっと強いかな。これ以外は多分もう速攻で外周一色一撃で倒せますね。そうなるとまあ4、6000、まあ一回こっちの部隊からやっていくか。とりあえず突撃を決めていく。で、これ多分奥の方まで行くはず。突撃いけそうですね。はい。ただ倒せたのが一人だけか。やっぱりあれですね。その、なんていうんですかね。車係をここら辺にぶち込みたかった感がありますね。まあ、とりあえず、トータク様は、まあ、援護ができるここら辺かな。こっちかこっちなんですけど、まあ、こっち向かわせましょうか。手心なく。じゃあ、あとは核がどうするか。劣化、罵声しかない。罵声しかないのであれば、まあ普通に殴っていきましょうか。はい、これもトータク様の連携でめっちゃ入っていく。普通の通常攻撃でね、2000なんで。まあ、総称関係もあるんですが、まあ用心も、多分これトータク様の能力とかかなり反映されてるのではないんかな。プラス 50% だけでもだいぶ入ってるぞ。はい、2000なんで、通常でも1000入ってるってなるとかなりやっぱり多いですよね。見せてやる。ここら辺の女性も入ってきたばっかりですが、活躍してもらいましょうか。乱撃あたりこうやっていけば横の部隊も倒せる。あー、でもこっちがやっぱりあれですね、連携入ってない方がちょっと攻撃力弱くなっちゃいがちですね。まあまあそこら辺はいいでしょう。あれ、こっちの方はでもやっぱりそんなにダメージ入ってないから、やっぱりでもそんなに対して能力変わらん。あ、こっちのあれか。これ何や。装甲。装甲ではない。滅甲って読むのか。何、増甲か。増甲が多分強いだけですね、これは。加勢して やっぱり兵力こそが戦闘力っていう感じはありますね。戦うのみ、前進。さて、それではトータク様の番になりまして、ようやくね、車係が使えるようになったんで使っていきましょう。まあ、それまでにもだいぶね、部隊相当しちゃったんですけど、これで反対一気にいけるかな。ダーン、いや、気持ちいいですね。はい。で、相手の総大将も倒したんで、あとはここの車種かな。こいつを倒したら終了なんですが、まあ、ここら辺の部隊も倒せるんで、ここら辺の援軍も倒してからね、倒しに行きましょう。それではどうしよう。まあチンとわざわざやらなくてもいいか。もうこのまま車種倒しちゃいましょうか。ちょっと多分ね、もう基本的に我が軍トータク様のワンマンチームなので、トータク様のね攻撃力が凄まじくて、そこ以外のやつらが、まあ、まあ弱いとは言わないですけど、まあトータク様はぶっちぎりで強いんでね、これを逃してしまうと無駄にちょっと長くなってしまうので、殴ってしまいましょう。はい、というわけで終わりましたね。立てついた者どもよ、どうなるか覚悟しておけ。それでは、こいつらをとりあえず投与しまして、お、分かってるやつもいますね。まあちょっとね、分からずやは申し訳ないですが、処断していきましょう。はい、というわけで、次のね表情にやってきたわけなんですが、反トータク連合のね期限が切れて、なぜか劉表から総国の宣言をされてしまいましたね。いや、一回も劉表軍と戦ってないけどね。
いや、なぜ総国に入ったのかが謎でしかない。で、町長と、巨星軍が同盟をしましたと。で、町長軍から、まあ、だいぶ先導を受けたりとかいろいろしてますね。まあ、ここら辺は致し方がないですね。住民不安か。ここら辺は致し方ないですね。さて、まあ、町長軍はもうこのままね、やっていく感じになるんですが、牧羊がなんか発展したっぽいですね。はい。で、とりあえず、まあ、お金はなんかめちゃくちゃあるんで、渡しておきましょう。で、女性も品管が上がっていく。品管が上がるとね、連れていく兵力も増えるんで、いい感じですね。で、ここからなんですが、まあ、とりあえず一旦ね、ここの公領に人を集めようかなと思います。ただ、トウタク様はね、そのまま出陣していくんですが、トウタク様がね、移動した後にさらにね、別動隊として動けるような感じの、武将をね、集めてこようかなと思ってます。というわけで、とりあえず呼び寄せかな。呼び寄せで、ここの公領に人を連れてくるんですが、まあ、とりあえずやっぱり武力と、まあ、総称関係に入ってる、まあ、天員は連れてきたいところではありますね。あとは、上皇。どうなんやろ、上皇はちょっと、あれですけど、あと、李寿かな。李寿を連れてくるか。李寿がいるところ、平原って多分今もうほとんど戦場に連れて行かなくてよくなってるんで、とりあえずこの2人は確定で欲しいかな。まあ、別動隊って言っても結構ね、こう、トウタク様が、援軍に行くみたいなことも増えると思うんで、まあ、ある程度ね、トウタクと相性がいい方がいいとは思うんですよね。まあ、あとは、ここら辺の武力とか高いやつで、品管がなるべく高め。で、牧羊がだいぶ発展したって言ってるし、大支持抜いて、北海とかも、いやー、まあ、北海の、上映もね、そのうち移動させたいんですけど、ちょっと次取った都市に連れていく感じにしましょうか。まあ、利権、多分、今回連れてきて兵を出せたとしても3部隊ぐらいなんで、3人いたらなんとかなるんで、まあまあ、とりあえず大使と天意と、まあ、さっき言った李寿を連れてきてて、で、李寿が、武力がちょっと弱いので、武力を補強できる武力特化のやつをできれば連れてきたいところではあるんですが、あんまりそんなに都合のいいやつがいないかな。両毛か律かっていうところか。まあ、ここら辺にしましょうか。はい。まあ、赤字なのはいいでしょう。まあ、金はね、あるんで、移動させまして、平原、奥さん平原に置きっぱなしにしてますね。まあ、とりあえず、一旦奥さんに任せまして、まあ、平原はね、次また奥さん連れてきましょうか。で、ここからどうするかですね。まあ、とりあえず、人は連れてきたんで、あとは兵なんですけど、8万いるんで、まあ、わざわざ連れてくる必要はないかなっていうところではありますね。とはいえ、ちょっと戦略ポイントがもったいない感じはある。東洋に応じてくれそうなやつはいるけど、まあ、なんかそこまで頑張って、東洋しないといけないかと言われると、また微妙なところではあるっていう感じですね。核だけ、核はね、核はだから連れて行きたいんですよね。そうなるともう行くしかないか。上の方もね、ちょっと行こうかなとは思ってるんですが、ここね、敵所があるんで北兵本当に抜けるかなっていう問題があるんですよね。破壊入れるにしてもっていうところはあって、まあ、ここに女英がいるんで、女英ともう一部隊合わせて、まあ、いけるか。36,000。ちょっと一旦行ってみます。まあ、ダメやったら撤退したらいいんで、まあ、そんなにダメージが大きくない段階で撤退すれば、まあ、そんなにダメージもないし、今はここのね、高尊度と、同盟もしてないんで、まあ、今のうちに行った方がいいかもしれないですね。仮に抜けなかったとしても。まあ、とりあえず、じゃあちょっと出陣の準備をしていきましょうか。ただこれ、援軍を要請したとして、どれぐらい来るんや ?3 万。ああ、ちょっと人が足りないな。これ、あれですね。ここの、K と南比に人を移動させた方がいいですね。
なんでちょっと軽く移動させましょうか。というわけで人の移動も終わりましたね。ただまあこっちの方は人が移動したばっかりで合戦には行けないはずなので行けないですよね。行けるんであればそのまま行っていいんですが、お、行け、いや行けないかな、行けないですね。連れてきた人全然入ってないですね。なんで次の表情でここの北兵滅ぼしに行きましょう。でまあ移動にちょっと戦略ポイント使ったんで、まあ破壊、これここ破壊入れて意味あるかな。どうしよう。威力、破壊、いやでもあ、これ罹患か、罹患じゃない、罹患じゃない、破壊ですね、破壊。まあでも核とかで入れたらね、かなりダメージは入るんですけど、それ以外だとちょっと微妙か。微妙やし、連れて行きたい武将やしっていうのがあるんで、まあまあとりあえずもう強行突破しに行くつもりで行きましょうか。まあ、あとはあれですね、まあ、技術がなんか取れるんであればいいんですが、次のやつ一応ちょっと取っときましょうか。ここら辺の工場兵器とか取っておれば、技術はなんかめちゃくちゃいつの間にか溜まってますね。なんで、ここら辺の投石まで行けるんやったら、もう投石まで行きますか。はい。発明の協力してくれる。で、最後まで造幣はなんかいらなさそうですけどね。なんちゅう、多分取ってないし、投石まで取って、歩兵、重装歩兵、どっちがいいやろ。投石の方がいいかな。まあ普通にやっていくと、まあうちは東卓様のワンマンチームなんで、正規兵が東卓様さえ持ってれば、あとは別にあってもみたいなところがあるんで、まああそこの北兵を超えるためにちょっとあれですね、ここら辺を、おっと、そんなこと言ってたら戦略ポイント使いすぎた。ゼロになってしまった。これは悲しい。いやー、久しぶりになんか やらかしましたね。ちょっと次ね、戦争していきたいと思います。さて、それではね、また表情やってきたんで、ここから合戦やっていきますか。北兵にだいぶ兵増えましたね。まあまあ、でも大丈夫か。9万ぐらいいるし、武将も移動させてるし、まあまあ、なんとかなってくれるでしょう。最悪無理やったら一旦引いて、東卓様がこっちの前線に来るまでは、まあなんとか耐えてもらうみたいな感じで行きましょうか。これで、ほとんど武将連れていける。相手も4万。そうですね。まあ相手一箇所に集まってるんで、武将自体が足りないってことはないとは思いますね。とりあえず、まあ兵の編成は、いっかな。これ義足いるか、何かできることある？溶撃と、連撃と突撃。まあ、何かしらの役には立ってくれそうなんで、まあ、このまま行きますか。一回ちょっとね、これでぶっこんでみたいと思います。それではね、合戦やっていきますか。これ、いけるか？いや、耐久13,000。13,000。え、これ、本当にいけますか？ちょっとこれ、東卓様いないときついかもしれないですね。もうちょっと、軽くやってみますか。敵の援軍は多分来ない。そして自分の援軍がまあ、5日後に38,000ですね。いやー、大丈夫か？まあ、いっか。もう多分、兵はどこにいても大して変わんないんで、一回ちょっとこれでね、様子見に行きましょう。さて、ここでね、援軍が来たんですけど、ちょっと、まだ、ほとんどこっちの部隊の相手しかしてなくて、まあ、建物殴ってないんで、なんとも言い難いんですけど、ちょっときつい感はありますね。反撃で倒していく。いや、上衛が、まあ、兵が多いから強いんですけど、相手の切った援軍もあれですね、長衛が9000か。戦がマックスだとちょっときついかもしれない。
言ってもやっぱり兵のその元の兵力がないと攻撃力が出なくて、それで削れないっていうのがまあまああるんですよね。混乱入れられたのが非常に厄介。こう混乱入れられると通常攻撃ができなくなるんですよね。通常攻撃ができなくなると普通にあの建物を殴れなくなるんで、まあ、戦闘とか使ったらまあ殴れるんですけど、ちょっと戦闘がもったいないんでね。でここでとりあえず相手の部隊は倒して、あと相手自体は2部隊ですね。ちょっと、まあ、この矢倉ぐらいは壊せると思うんで壊していきますけど、ここのなんて言うんですかね、この後ろのここの関所は3箇所かな、3箇所しか攻撃するところがないんですよ。まあ、弓兵とかいたらまたちょっと話は別なんですけど、その状況でいけるのかっていう不安がありますね。あとこの投石がどこまで効くのか、普通にこれ戦法としてやってる感じもなんかそんなにめちゃくちゃなんか建物に対して強い感じもないんですよね。この矢倉が建物という判定ではないのかもしれないけど、ちょっと一旦ここのあの矢倉壊して後ろのあれですね、関所叩いてみましょうか。まあそれのダメージ次第ですね。心躍るな。さてようやく壊せそうですね矢倉。ああこれきついな。だいたい部隊にもよりますけど、まあ200から300、強い部隊で5、600とかなんで、削るだけでなんか6日ぐらいとかかかってるんで、かなり怪しいな。いけるか。多分ね、あの連携とかが結構前提になってるっぽいな。一応投石あるから使ってみるか。これ一応あれか、反攻撃やから隣にも入るんか。いやなんか入ってなさそうやぞ。500、9日でしょ。突破できるんかな。まあ、ちょっとあの軽く殴っていってみましょうか。はい、14日目になりまして、まあ、5日ぐらい殴りずっと殴り続けてようやくここまで減りましたね。あともうちょいっていう感じですね。やっぱりあんまり工場兵器強くないですね。もうむしろ先方で電撃入れた方が強いぐらいの感じはありましたね。あと2部隊いるんで、はい、トートンと、おっと、講師、これ、勝ってるかな。だいぶ、あれですね、あの、兵削られて、兵数の総数的には勝ってるんですけど、1部隊の兵が強くないと、というか、多くないと、ちょっときつい感がある。進め。まあ、ただ家計があればまだなんとかなるんで、ちょっとやっていきますか。またもう一回殴り直すのは勘弁してほしい。頑張りましょう。おっと、戦を行きます。これはきつい。頼って、あでもあれか、うちも使えるか。策略は後ろの方に総大将がいるんで、ちょっと岩の間はできないんで、次やりましょうか。とりあえず、はい、ティアがあるんで、これで返上させて、ちょっとでも相手のあれを削っていかないときつい。あんまりね、密集すると突撃とかされるんで、あんまり密集はしたくないんですけど、そんなことも言ってられない状態なんで、まあまあね、やっていきますか。ちょっとギリギリのところまで近づいて、強行入れましょう。はい、これトートンにもヒアを入れれたら結構うまいですね。ここで突撃入れれるのは結構でかいですね。もうだいぶ削りまして、まあ家計のおかげですね。家計がなかったらだいぶきつかった。はい、そして攻守を倒していく。あとはトートンだけかな。で、いやー、確かに兵が多くてもこれ程度あれかな、総大将の能力とかにもよるんですかね。あとまあ家計が強いですねやっぱり。はい、というわけで最後に閣下でね決めて終わらせましょう。いやーもうな、関所殴ってる時間がとにかく大変でしたね。はい、というわけで北兵ゲットです。で、孔子はね、うちに対してあのまあ強敵なんでね、こいつだけ処断していきましょう。とりあえずはね、
はい、これでね、人間関係が、生産されましたと。投与できる人は投与していって、投与に応じない人はいつも通り処断していきましょう。お疲れ様です。申し訳が立たんな。はい、トウタク様のせいでね、かなり人は減ったと思いますね。さすがだ。悪いな。皆の奮励に期待する。というわけでね、次はトウタク様の出陣ですね。それではトウタク様出陣していきましょうか。投与は、バウン力が出てきてる。バウン力投与したいね。陰気ではなく、他の武将でいけるんであれば、行きましょう。あ、かしこまりました。急品館じゃなくて、もうちょっと上の品館で迎え入れる予定やったんですが、まあまあ、致し方ないでしょう。では、トウタク様はね、このまま末寮に行って、下行きながら、末寮で次のタイミングですね。で、呪春にこの光領から出して、トウタク様援軍行って、みたいな感じで、行こうかなと思います。というわけで出陣していきましょう。光領から末領ですね。ちょっと編成しましょうか。はい、とりあえずこんな感じになりました。まあ、トウタク様さえいやまあっていう感じの構成なので、まあ、もう一部隊くらい削ってもいいんですけどっていう感じですね。削ってでもいいけど、まあさすがにちょっと相手も援軍が結構来そうな感じがあるんで、ここを削るとね、ちょっときつそうなんですよね。で、結構、もしかしたら、この川がね、合戦の舞台になる可能性がワンチャンあって、そうなると、さすがのトウタク様もあんまり、戦法持ってない。と言っても、まあ一個は持ってるんですけど、まあ持ってないんで、まあ、そこら辺もちょっと考慮して気持ち多めでね、行きたいと思います。それでは行きましょう。というわけで、いただきました。お、増光が捕らえましたと。投与失敗。じゃあ、処断していきましょう。いやー、増光ね、強いんで、投与したかったんですけど、残念ですね。感服いたした。それではね、祭りをゲットして、一発目の、まあ、日常フェーズかな、になってます。で、また次ね、表情からやっていく感じにはなるんですが、まあ、一旦時間的にね、ここら辺で切りたいと思います。で、次回できたらここら辺の城というか、町長を滅ぼして、なんとかね、巨星も滅ぼして、高村ども滅ぼしたいなと思ってます。とりあえずね、一旦ここら辺で切りたいと思います。お疲れ様でした。